今宵最後のステージは高田三郎さんの作曲、高野貴子さんの詩ですが、水の命をワグネルとしては、12年ぶりに演奏いたします。12年前に書いた私の一文がいまだにその思いが消えなく年々深くなっていきます。で、今日のプログラムにも12年前の文章を載せていただきました。そしてあと私のコメントを少し書いてありますが、今日本の国で僕ら子供の頃、生活に必要な水を買うという習慣が全くなかった時代から比べると、この前の新聞の統計では人間の人の 65%、今水を買うという統計が出ております。だんだんこう水が汚れてくる、地球を地球たらしめてるもの、人間を人間たらしめてるもの、すべて水でありますが、この水がどんどん浄化が間に合わなくて塩素を入れてるのはもう皆さんご存知、水道の蛇口ひねるとまず朝ひねった途端にすごい塩素の匂いがします。しばらく出してないと使えない、その塩素で消毒してもかつなおまだ足りない、浄化できない、いろんなものをどんどん投入して、我々の水道の蛇口まで水を、国は運んでくれますが、あのダムをいくつ作っても結局今の人間が使う水は足りないわけで、考えても見ていただきたいんですが、品川、汐留、六本木、あんな巨大なビルをどん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 建てて、そこで使う水の量、人の出入りする量、そこら辺が無制限にどんどん肥大していって、水がもう水でなくなってしまう、まるでプールの中にいる塩素のような匂いがします。プールだって上がって目をよく洗わないと結膜炎になる。まさかピール、プールの中でガブガブ水飲む人はいないでしょうから、そういう水に対して、もっとみんなこだわっていただきたいな。僕らが今しゃべってる人間の体の 70% は水なんですね。その水がどんどん変なものが入っていってミネラルがどんどん失われて、カルシウムが足りない、ナトリウムが足りない、マグネシウムが足りない。カルシウムが足りなかったらみんな怒りやすくなって苛立ってすぐ切れちゃう。我慢できない、集中力がなくなる、妙な子供ができてくる、変な事件が起こる。みんな僕は水と無関係ではないような気がします。で、今日はこの最後このステージをお借りして、もう一回音楽で何ができるか、詩と音楽によってもう一回皆さん方と水を考えていただきたいなと思う気持ちから、高野さんの詩を今日は伊藤京子さんに演奏の前に、読んでいただこうと思って、今日は伊藤先生にお願いして、来ていただきました。今日は演奏の前に、まず朗読に耳を傾けて、心を澄ませ耳を澄ませていただきたいなと思います。